企業ロゴローマの本社エネルは、イタリアの大手電力会社、エネルギー会社。1962年、当時の産業国有化政策により、電力会社複数が合同して設立された。かつては、国営会社だったが民営化され、2006年現在では、株の31.1%を、イタリア政府が持っている、イタリア証券取引所及び、ニューヨーク証券取引所に上場している。 発電、配電において、イタリア国内で独占的なシェアを持ち、世界でも有数の大きさの電力会社である。また、ガス事業や通信事業なども行っている。エネルは、イタリア最大の発電業者であるが、同時に、フランスの原子力発電所の電力を輸入している。エネルは、フランスやスロバキアの新しい原子力発電所建設や、 欧州加圧水型炉開発に投資することで、将来の電力供給を確実にしようとしている。エネルは、水力、火力、原子力以外の発電にも投資している。100年以上の地熱発電の経験を積み、イタリア国内で32カ所、国外で20カ所の地熱発電所を運転している。また太陽光発電所の建設も進め。 1993年には発電量3.3メガワットのセルイ・ピアースアーの発電所を稼働させ、2008年には6.0メガワットのモンタド・ディ・カストロ発電所の稼働を計画している。1990年代以降の欧州連合の電力市場開放政策により、イタリアでも電力自由化が行われ、エネルも1999年に再編され、民営化された。 この際にエネルは欧州連合の基準に合わせるために事業を分割し、1万5000メガワット分の発電所を手放した。一方で各国の電力会社を買収し、イタリア国内で4万2000メガワットを発電し、イタリア国外で5万メガワットを発電している。エネルグループは世界各地の電力会社を傘下に収める多国籍企業であり、ヨーロッパ全体での発電量ではドイツの EON に次ぎ、 フランスの EDF をしのいで2位になっている。エネルは世界屈指の大手エネルギー企業としてヨーロッパ各国の電力自由化と業界再編を仕掛ける側にある。フランスの大手エネルギー企業でベルギーのエレクトラベルも参加に置くスエズに対し買収を仕掛けたがスエズは2006年2月にフランスガス公社との合併を発表しフランスがイタリア企業から エネルギー大,大手を防衛する形になった。その後は、スペインの最大手エンデサを買収する意向を示し、同じくエンデサを参加に置く意欲を示していた、ドイツの EON が撤退した後に着々と買収を進めている。このほかスロベニア、ギリシャ、フランス、ベルギー、トルコ、ブルガリア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、パナマ、コスタリカ、ニカラグア、エルサルバドル、 グアテマラ、ブラジルなど各国の電力会社を所有しあるいは協力し発電所を運営している。2019年10月18日、公共料金の値上げを契機に発生したチリ暴動ではエネルも襲撃対象となりサンティアゴのビルが放火される被害を出している。ありがとうございます。